い、こんにちは。サックス大学の曽根和樹です。今日はアドリブの練習をやっていこうと思うんですけど、9月になりましたので、セプテンバーでアドリブをやっていきたいと思います。セプテンバーっていう曲なんですけど、知らない方はアースウィンド&ファイヤーのセプテンバーですので聞いといてください。ちょっとね、メロディーを吹いちゃうと著作権的にあれなので、メロディーはやらずにアドリブだけやっていきたいと思うんですけど、キーがね、アルトだと F シャープで難しいので、半音上げて G でアドリブをやっていきたいと思います。ということで、早速始めていく前に、サックス大学生徒募集中です。チャンネル登録のボタンを押すだけで誰でも入学できますので、よろしくお願いします。ということで、始めていきたいと思います。今日はできるだけ簡単にアドリブをやっていきたいので、 G のペンタトニックだけ使います。ただこの曲結構テンポ早いので難しいんですよ、それだけでも。なので今日は8分符だけでやれたらいいかなーって思ってますので、ちょっとね、指使いここだけできるとかっこいいので、ちょっと覚えてください。まず G のペンタトニックっていうのはソラシレミなんですけど、その5個の音プラスブルーノートっていう音を使います。それが C のフラットになります。だからそれを入れた6個の音でアドリブをやっていきます。で、そのブルーノートはこの C の右手の人差し指を使ってしゃくり上げたりするし、ラーの指で右手のこの TA っていうキーを押したりします。例えばだからこういう感じの音を入れていくとかっこいいです。ということで、今日はペンタトニックしか使わないので4小節ずつでいいかな。ちょっとやってみましょう。どうぞ。
はい、こういう感じでやってみたんですけど、 G のペンタトニックの動きの基本になりますので、この8分音符でいいので、何回もやって、そのしゃくったりとか装飾音符入れる場所っていうのは決まってますので、指を何回もやって覚えちゃってください。で、まずはフレーズがイメージできないと吹けないと思うので、ちょっとね、一回というか、その僕のフレーズを真似してもいいので、何回も聞いてフレーズをイメージできるようになったら指の練習をやってみてください。その G のペンタトニックっていうこの指の動きはテンポが変わっても一緒なので、まずはこの G のペンタトニックの動きにとにかく慣れてしまってください。それが G のペンタトニックでアドリブをできるようになるコツです。この曲だから、そのコード進行とかは無視して大丈夫ですので、この G のペンタトニックの動きをとにかく体に覚えさせてしまってください。やっぱね、この曲16分音符でやっぱり指動かしたくなっちゃうので、かなり指早いので頑張ってついてきてください。ちょっとね、だから今月はちょっとというかかなり難しいので、頑張って練習しておいてください。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思うんですけど、最後によかったらいいねのボタンを押しといてもらえると嬉しいです。ということで、さよなら。